無限のパワーに委ねる瞑想。エゴを手放し、無限の流れに委ねることは難しいことではありません。理論もテクニックも厳しい修行もいりません。何かを諦めることでもありません。ただ単純にあなたが力を抜いてリラックスすると自動的に無限のパワーの流れがあなたの中で発動します。ただあなたはそれを信じてその流れに身を委ねるだけです。では静かな場所で楽に座るか、横になります。腰の力を抜いて、両腕、背中、お腹、肩、顔、全身の力を抜きます。音楽に合わせて穏やかに深呼吸を続けます。あなたは今平和な穏やかな美しい緑の草原に横たわっています。とても暖かく穏やかな空、美しい雲を想像します。鳥のさえずりも聞こえてきます。穏やかで優しい風に吹かれて、その風の流れに乗ってしばらくその草原を歩いています。美しい白い砂浜が見えてきました。そこに穏やかな海が見えています。そこに小さなボートがあります。あなたは小さなボートに乗って、ボートの中に横たわります。
静かな波に乗って、あなたは静かに揺れています。とても気持ちよい揺りかごのような揺れに、あなたは身を委ねています。そのまま静かな波の揺らぎに身を委ねながら、音楽に合わせて穏やかな呼吸を続けます。あなたは今まで強い意志を持って頑張ってきました。しかし個人の意志の力は、どんなに強大であっても必ず限界があります。無限の宇宙、大いなる意志は、あなたの意識が考えうる最善をはるかに超えた、さらに最善にあなたを導いてくれるのです。その無限の H を信じて、その無限の流れに身を委ねてみましょう。あなたはただリラックスして力を抜くだけです。意志の力を一旦手放し、あなたが背負っていた重荷をすべて手放し、抵抗を手放し、コントロールを手放し、結果を手放し、期待を手放し、壮大な宇宙の意志に委ねます。あなたはあなたの意志のあったスペースを無限の意志に明け渡します。あなたと無限の意志が溶け合い、一つになります。あなたの願いは宇宙の願いと一致し、あなたの意志は宇宙の意志と一致します。すると、あなたは、すべてはすでに完璧であったことに気づきます。あなたはもうすでに満たされていたこと。今ここから無限の流れと一致したあな
たの人生が新たに始まります。あなたの乗った小舟は大海の波に乗って、あなたの想像をはるかに超えた素晴らしい場所へあなたを導いているということを信じて委ねましょう。いつもリラックスすることを思い出してください。あなたが何を望み何を行動しても、自然に無限の宇宙や神の意志と一致しています。それはあなたの想像を超えた素晴らしいギフトをあなたに与えてくれることを信じて委ねます。